皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年12月27日火曜日ということになりましたが、今日はですね、平日ではあるんですけど、 いよいよですね、今年も終わりに近づいてきてですね、やらなきゃいけないニュースっていうのが結構ありましてですね、それをね、今日やっていきたいなと思ってるんですが、えー、今日はですね、人工知能 AI に関する2022年12月分のニュースということでお話をしていきたいと思うんですが、実はですね、いつもこんな感じで、 このね、あの、Google Pixel によって喋ってる内容が文字に起こされていくっていうものをですね、画面に表示しているんですが、なぜか昨日まで使えたんですけど、今日からですね、ちょっとうまくですね、表示することができなくて、ちょっと不具合が起きているんですね。ということで,ですね、これも AI によるね、技術なんですけど、まあ、AI がこう動かないとですね、まあ、AI は動いてるんだけど、まあ、今回の場合ですね、そのアプリ側の問題なんですが、ということで,ですね、ちょっと今日は画像、 のの中にでででですすすすねそそ文字こしを出ととががききないいいいん形やっていきたいと思っててた思ますはい、今日はですね、2022年12月の AI に関するニュースということで、これだとね、上が出なくなりますので、この表示ではなくて、前のですね、この表示、この表示でね、ちょっとやっていきたいなというふうに思っているんですが、はい、では早速なんですが、ちょっと紹介していきたいなと思っているんですけど、いつものようにですね、ポッドキャストのですね、 同時配信をしていきたいと思いますので、ポッドキャストの方の録音の準備いたしますので少々お待ちいただけばと思っているんですが、ポッドキャストの方で、はい、新しいエピソードを作っていきたいと思っています。はい、じゃあちょっとお付き合いください。皆さんこんにちは、ネットビジネスアナリスト横田修林です。月1回のポッドキャストの時間となりました。 今日もですね、2022年12月に公開されました人工知能 AI に関するニュースということで紹介していきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。今日はですね、まあ、年末ということもありますので、ちょうどこの1年間を振り返ってみるニュースなんかもですね、紹介していきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。ではですね、早速なんですが、はい、まず今日お話ししたい内容というのは、人工知能に関するニュースというものと、画像認識技術に関するニュース。 顔認識に関するニュース、そしてフェイク動画やディープフェイクに関するニュース、そして音声などに関するニュースということでお話をしていきたいと思っているんですが、この中の最初のところにあるですねここの話なんですけど、ちょっとねこう見てほしいなと思うんですが、この画像認識技術に関して少し振り返ってきますとはいごご視聴ありがとうございました続きをご覧にになりりたい方は動画の下にあります概要欄の方から YouTube チャンネルのメンバーなるにはのリンクを進んでください。そうすると、YouTube メンバーシップの申し込みの中で、月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますので、こちらに入っていただけば見ることができます。今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが、今日から1ヶ月間ですね、毎日に動画を見ることができますし、 そして、デイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。どうぞ